ベルリンレールテセントは、ドイツ連邦共和国の首都ベルリンの、ベルリン中央駅から、ブランデンブルク州、ザクセンアンハルト州を経て、ニーダーザクセン州、レールテのレールテ駅に至る、全長239.3キロメートルの、ドイツ鉄道の路線である。レールテから先は、ハノーファーブラウンシュバイク線に直通する。マクデブルクハルバーシュタット鉄道が開業させ、 1886年7月1日に国有化された。ベルリン側のターミナル駅であった旧レール手駅は1958年に休止された。ベルリン中央駅から西に進み、ベルリン西部のシュパンダウに向かう。シュパンダウから先は、ラーテノー、ステンダル、エービスフェルで、ボルフスブルク、ギホルンを経て、レールテに至る。レールテから先は、 ハノーファーブラウンシュバイク線に乗り入れて、ハノーファーに向かう。ハノーファーエービスフェルデ間は、ハノーファーベルリン高速線の一部を構成し、最高速度は時速200キロメートルである。エービスフェルデベルリン間は高速線が並行している、区間である。ベルリン近郊のブスターマルク駅から、ボルフスブルク近郊のフォルスフェルデ駅にかけての区間は、非電化である。そのため、 長距離旅客列車は高速線を経由する。1867年に、マクデブルク・ハルバーシタット鉄道が当線及び、ステンダルからザルツベーデル経由で、エルツェンに至る支線の布設権を取得した。ベルリンからハノーファーを経由してラインガー流域までを短距離で結ぶ路線となった。1870年3月15日には、ステンダル・ザルツベーデル間、 1871年2月1日には、ガルデレーゲンステンダル出版ダウ間、同年7月15日には、出版ダウベルリン間、11月1日には、レールテガルデレーゲン間が開業した。1900年当時のレールテ駅1879年には、プロイセン政府によって国有化され、プロイセン国有鉄道の一路線となった。 ブースターマルクナウエン管を結ぶユーターボーク、ナウエン線の建設、シュパンダウ駅の改装及びブースターマルク操車場の使用開始は第一次世界大戦前に行われ、ベルリン市内では価客分離が実現した。これらによってベルリンからハノーファー、ルール地方、ブレーメンへ向かう重要路線となった。しかしながら第二次世界大戦後のドイツ分割に伴い、 当線を経由する長距離旅客列車の大部分は運行が行われなくなった。ソ連占領区域では戦争賠償により、線路の単線化や縮小が相次ぎ、所要時間も延長されるようになった。これらの影響もあり、1952年にはベルリンレール定期の営業が中止された。1976年には西ドイツ本土と西ベルリン間を結ぶ。 トランジット列車が当選経由となり、ベルリンシュター県駅には新たな入国審査施設が建設された。ドイツ再統一後の1991年には、ベルリンハノーファー間の長距離旅客列車は当選経由に戻った。ありがとうございます。